今田美代、タイトワンピで美スタイル披露を編み込み部屋ですっきりキュートに女優の今田美代さんが3月28日、東京都内で行われた公開中の映画、私の幸せな結婚、塚原鮎子監督の大ヒットを例舞台挨拶に、ベロア町のタイトな巻き獅状ワンピースで登場した。胸元は切り替えになったデザインで、すらりとした美しいスタイルを披露した。編み込んだようなヘアアレンジですっきりとキュートに着こなしていた。 映画は小説投稿サイト「小説家になろう」に掲載された楽器、アギトギ・アクミさんの同名小説が原作の「和製シンデレラ・ストーリー」。明治・大正期をイメージした架空の時代を舞台に、家族から虐げられてきたミオが、自分を愛してくれるサヤカと出会い、新たな運命を切り開いていく。ミオを今田さん、サヤカを人気グループ、スノーマンのメグロハスさんが演じる。 イベントには目黒さん、渡辺圭介さん、人気グループなにわ男子の大西流星さんも出席した。